用体効果というところで見てもいいし、治療効果としてもやっぱ高いです。患者さんの満足度としても高いんじゃないかなっていう気はしますけどね。全国上位 3% の半腸炎が絶対に発さない5つの法則の書籍データを無料でダウンロードできます。たった30秒で受け取ることができるので、お申し込みは概要欄から。上田さん、はい、今日も納品ということで。そうですね、また今日も納品で動いてますけども、この間ちょっと噂の耳にしたんですけど、はい、なんかラジオ波ってあるじゃないですか。骨院にラジオ波導入してどういう流れだったかとか、導入した後の接骨院がどうだったかとか一番多分知ってると思うんですけど、はい、実際どうなんですかラジオ波って。ラジオ波っていうか、まあ今回ラジオスティムっていうことで、今 MH2 っていう新しいバージョンアップのものが出てるんですけど、はい、ラジオ波って結局ね、温熱の機械なんですね。例えば超音波とよく比較されるんですけど、超音波はプローブと言われる持ち手のどこがあるじゃないですか、その先端が1秒間に100万回とか300万回震えて振動するんですね。その振動によって体内にジュール熱と言われる熱を発生させて温熱効果が得られるんですけれども、はいはいはい、そのラジオ波っていうのは、これ難しい話になっちゃいそうだな。あ、大丈夫です。まあ大丈夫ですか。まあ、対極板っていうのがあるんですね。対極板に、まあ、同じくプローブと言われるものを使って皮膚に当ててやるんですけど、基本的にはその中を、このプローブ自体は振動はしないんですけれども、この対極板に対して電気が流れて、まあ、1秒間に要するに50万回とか電気が行き来するんですよ。電気というか電波というかが行き来して体の中を震わして熱を発生させるっていう原理でして、もっともっと分かりやすく噛み砕いて言うと、瞬間的に体の中に温熱を発生させることができる。ブワッと。あ、超音波ってなんか時間かかるイメージですもんね。暖かくなるまで。そうですね、時間かかりますし、そんなに熱感を感じるものではないんですね、超音波の治療器って。でラジオ波はどちらかというと、もう本当にもうブワッあったかいっていうのがすごく強くて、なのでまあ治療器なのかリラクゼーション機器なのかっていうのがちょっとね、まあ言うほども使われたりするんですけど、国内においてはどちらかというと治療で使われるより前にエステサロンで結構流行ったんですよ。はいはいはい、インディバっていう機械がありまして、それがやっぱり国内ではすごく主流でずーっと来てて、ラジオ波が治療に使われだしたんでどうなんですかね。おそらく今2022だから8年ぐらい前から治療の方に徐々に使われだして今に至るっていう感じですかね。なるほどですね。実際どうなんですか、整骨院とかに導入してみて。はい、柔道整復師の先生とかが使うわけじゃないですか。はい、それって結構患者さんの改善率とかみたいなのとかでかなりやっぱいい声が聞くんですか。あのラジオ波めちゃめちゃいいです。その費用対効果というところで見てもいいし、治療効果としてもやっぱ高いです。あ、高いんですね。はい、すごく分かりやすい形で効果が出やすいので、患者さんに受けもやっぱりすごいいいんですよね。だから販売の側としてもものすごく販売しやすい機械、説明がいらないというか、ほとんど。あ、ね、もうあの基本的には体感してもらって使っていただければもうそこでもう分かるというか、もう説明よりもやっぱ体感っていう感じの機械ですね、あれは。導入してこういういい結果があったよみたいな話とかってあったりするんですか。ありますよ。売上のところもそうですし、例えば改善しなかったものが改善したりとかっていうのは結構聞きますよね。例えばトレーナーさんの話が一つあるんですけど、あるバレーボールの選手をいつもトレーナー活動の中で見てると。でいつもは主義のみで、そういう大会に行くと何十人とその人が並ぶというか街なんですって。で一人にかけられるのが大体決まっててっていう中でやってると、手技がそこまでの時間取れないっていうのがあるんですけど、ラジオ波を入れると要するに早いんですよね、ものすごく時短になるので、そんだけの数を見れるようになったっていうのは聞きますよね。なるほどですね、はい、なのでそれって結局そのトレーナー活動の一例ですけど、インでやったとしても同じなんですよね。例えば手技の時間が10分15分使ってるのって、そのラジオ波入れたら多分3分とか5分以内で時短がものすごくできるっていうのもあるし、患者さんの満足度としても高いんじゃないかなっていう気はしますけどね。まああとはもう本当に使ってみてそこの院に合うか合わないかみたいなところはあるとは思うんですけどね。ただ前提条件としてはそういう感じの効果が出せるかなって気がします。なるほど、面白い。そう、面白いから、私も最初そんだけスピードダッシュということでバッと販売させてもらったのは、頭いらないんですよ。難しい機械じゃないですよ。周波数がどうとかってほとんどないので、もうスイッチ入れてメモリをだいたい目安のところまで上げて、患部というか緩めたい場所というかそこに当ててすぐに使っていけるので、あとはもう慣れてるか慣れないかだけの話で、
だから自分はそのメーカーではないんですけど、そういう代理店レベルでもその機械を持ってお客さんの方に提案がいけるっていう簡単な機械なんだけど、奥は深いなっていう。これ僕この間もちょっと話したと思うんですけど、はい、物量の機械って、うん、やり方さえしっかり覚えてしまえば安定的にもう結果を出し続けられるじゃないですか。そうですね。例えばセラピストってなんか嫌なことあったら、うん、パフォーマンス落ちるとか、うん、体調悪いとかってあったりしますけど、うん、物量って基本それないから。そうですね。それがいいですよね、うん、うまく補助的に使っていただけるのが物量機器だと思ってまして、うん、まあ、メインはセラピストだと思うんですよ、はいはいはい、ただそのセラピストがうまく機能しない場合には機器に頼ってもらってっていうのはすごくいいかもしれないですね。うん、皆さんありがとうございます、はい、めちゃめちゃ詳しいそのラジオ波の細かいところは今度徹底解説ということで、はい、そういう動画を作ってくれると、はい、あんまりね、なんかさっきもちょっと触りのところで周波数がとかいろいろ言いましたけど、言えば言うほどなんか胸が苦しくなるというか、そこじゃないんですよねそこはまあ理論としては置いといてそうじゃないんですよ。それって結局もう患者さんには関係ないし、治療科の方は知らなきゃいけない部分はあるにしても、うん、そうじゃなくてやっぱり患者さんに大きなサポートができる機会だっていうところでいいんじゃないかという気がしますけどね。なるほど、うん、まあでもまた後で解説みたいなのはまた別動画で、はいはい、自分じゃないあのプロがやった方がいいんじゃない、ね、また別のメーカーがやった方がいいな。メーカーに依頼しよう、はい、やってもらうという、はい、多分自分が説明したら多分クレーム来るかもしれないからなかりました。もし何かデモ入れたいよとかあれば概要欄の方から言っていただければ。概要欄にはホームページが多分載ってるんでしょ。そこのだから問い合わせページに言っていただければ、うんうん、派遣させますんで。あ、なるほど、はい、了解しました。でも東京とかで近い場所だったら自分がひょこっていくかもしれないですけどね、うんうん、ホームページの問い合わせなんから、はい、ぜひデモ興味ある方はしていただいて。そうですね、まずはお試ししてもらったらいいと思いますけどね。皆さんありがとうございました。じゃあ、はい、ぜひチャンネル登録と、あ、そうですね、あとまあ高評価と、はい、何か気になるコメントがあればいつでもということで。あ、そうですね、受け付けてますのでぜひお願いします。はい、はい、皆さんなんか最後一言あります。最後一言で自分がまあ大それたこと言えるわけじゃないですけど、なんかいろいろなことをこれからやりたい方にとって必要な言葉って多分行動だと思うんですね、はい、でこれは自分に言い聞かせるっていう意味も含めて一つ言うなれば、やるなら今しかねえ。